Hi, this is Butte Peisen Goku Basara, Sarada Yukimura, then Secret Story, The Hōjō Odawara Occasion. Let's go. Hōjō Dono. 天目山を脱した真田軍を遮ったのは北条の大軍勢。しかしこの北条氏政もまた乱世に翻弄される一人の男でしかなかった。はい、そうま、小太郎。Little fight, little sick, yeah.To protect the whole. My lord. 何ということじゃ。あの武田までもが織田信長に滅ぼされてしまった。Stop attack, my lord. いよいよじゃ。いよいよわしら北条の番じゃ。ふわ。ふまはおるか。Calm down, lord. なんじゃ。そこにおったのかふま。相変わらずびっくりさせおるわい。ねまあよいわ。それよりじゃ、グーマよ、戦じゃ。こたびはこのわしも出るぞい。お主が天目山より持ち帰った方によれば、勝頼奪還に失敗した真田めは一目散に上田城を目指しておる。その行く手を我ら北条の大軍でもって遮り、親子ともども引っ捕らえ、わし自らの手で信長に差し出す。その上で絶対服従を誓うのじゃ。もはや織田に取り入る以外生き延びる道はない。わしは東大として北条家の栄光を何としてでも守らねばならぬのじゃ。Just not take it, 北条殿。おかしいの、うんまよ。いつの間にやら、わしらの栄光は過去の惨状となり果ててしもうた。神の虎、武田信玄の死が全てを狂わせてしもうた。なぜ死んだ武田よ。Okay, you start again. わしらじじいの時代はもう終わったとでも言うのか。思えば、お主には何度も煮え湯を飲まされた。お主のところのあの烏帽子の小僧にもな。だがお主らをして我が栄光の小田原の城はついぞ落とせなんだ。それにより難攻不落小田原城の名は天下に轟き、北条の栄光もまたさんさんと輝いたのじゃ。じゃがわしゃ信長が恐ろしいのじゃ。わしらの栄光など露ほども意に介さぬあの男がわかるんじゃ。あの男の手にかかれば小田原の鉄の門すら絹を裂くようなもの。わしゃ刺して死を待つくらいなら媚びを売り生き恥をさらし、それでもどっこい生き延びる。ご先祖様、マシノビ、この東大宇治政の覚悟、ご承諾あれ。おい、The bomb! 出陣じゃ、風魔。烏帽子の小僧、真田正幸めを待ち伏せして取り囲むぞい。ナウ。Calm down, Hōjō Dono. Yeah. Holy shit. Okay, I think that's it for today. Thank you for watching. Don't forget to subscribe me for more videos and you can support me on Patreon. Thank you. See ya.